吉谷の流儀225条ですね。今回は吉谷信者 M の力、吉谷信者 M の力ですね。M の力メッセージいただきまして、この前ですね、年末財布プレゼントキャンペーン企画をやって、一人しか当選もちろんしないんですけど、財布1個しかないんで。で、その僕の信者の方が何人かいてるんですけど、7人ぐらいですかね、キーホルダーをプレゼントして、で、なんか、吉田さん、届きましたみたいなね。で、2人ぐらいからメッセージいただきまして、一番最初にもらったのが、その信者 M さんなんですけど、で、TTP しますっつってね、いろいろメッセージもらったんですけど、何が伝えたいかっていうと、なんだろうな。その信者 M さんにも言ったんですけど、やれと。これをやれと。これをやれと。ね、僕ね、梱包作業3時間ぐらいかかりましたからね。本当は QR コードも入れて、印刷して、個別動画も撮って限定のね。で、それも入れて、みたいな感じでやって、7人で梱包 3時間ですよ。なかなかちょっとしんどかったですけどね。そう。しかも久しぶりにね、手書きでね、こう書いてね。僕、字書くの嫌なんですけど。めんどくせえ。めんどくせえと思いながら、きっと、喜んでくれるかなみたいなね。めんどくさいと思いながらも、喜んでくれるかなみたいなね。やってましたけど。そう、人のためとか、世のためとか、ファンのためとかあるじゃないですか。僕はこんなこと言うと、信者の方とかファンの人に、お前何様だって言われるかもしれないですけど、別に あんま思ってないですよね。もはやめんどくさいと思って書いてるから。でも、なんでじゃあめんどくさいと思ってもやるのかって話で、僕の中では当たり前のことを当たり前にやってるだけなんですよ。だから単純に客数が少ないんで僕は。客数が少ないんで酷使していくしかないんですよ。ね、僕が生き残っていくためには、僕が飯食っていくためにはこれをするしかないと僕は思ってるんで、僕の流儀ですからね。だから、めんどくさいと思おうが何しようが、やるしかないっていう。一人一人にメッセージを送っていく。やりたいとか、やりたくないとか、好きなこととか、嫌いなこととか、どうでもよくて、客数少ないんだったらやるしかねえよねっていう。もうシンプルすぎるだろうって話なんですよね。結局、僕はでしょ？僕は、本当にいろんなお客さん見てますし、で、結構ね、こういうメッセージいただくんですよ。お金がなくて、子供の養育費がかかって、どうのこうのとか、子供とか家族がっていう人は多いんですよ。いや、本当にね、家族のためとか子供のためだったら、なんでやらんのっていう。いつも思うんですよ。本当に心からね、子供のためと思ってるんだったらやれよっていう。すいませんね。すげえ強い言葉になってるかもしれないですけど、そうは思いません？言われてる人は、お前、ムカついてると思いますけどね。いや、でもね、毎回思うんですよね。いや、自分のためにやれよっていう僕は思うんですよね。自分のためにやって、自分のスキル上げて、自分のためにやって、で、それを還元すればいいだけなんで、人のためとか世のためとかじゃなくて、自分のためにまずやればいいんじゃないかなと思うんですよね。完全その身勝手な極意なんですけども、僕のね。ドラゴンボールのね、最後のね、鳥山明さんがね、身勝手な極意っていうネーミング、これなんかすごいなと思ったんですけどね。身勝手な極意って、ね、元気玉とかね、カメカメ派とかね、身勝手な極意ってどういうことだねっていう、ね。いや、結構意味深い、僕は意味深な、この身勝手な極意っていうのは、すごく、このネーミングはすごく意味深が、意味がなんかいろいろあるんじゃないかなって僕は考察してるんですけど、ただ最後の最後、ドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ドラゴンボール会議だったかな。鳥山明さん引退する言うたけど、ちょっとね、こう、結局ちょっとやったっていうところあると思うんですけど、身勝手な極意ってこれ誰がつけたんですかね。多分鳥山明さんだと思うんですけど、誰がつけたんですかね。
僕ドラゴンボール好きなんですよ。そう、ドラゴンボール、ワンピースとかじゃなくてドラゴンボールなんですよ、僕ね。ワンピースあんま見てないですね。もうドラゴンボールはね、もうジャンプのは、あのフリーザ戦ですよね。フリーザ戦ジャンプで見てた人、あの毎回の、まだかみたいな。え、まだみたいな。そこで終わるみたいな。あの、ジャンプコンビニね、中学校の時だったかな。小学校か中学校の時だったような気がするんですけど、ジャンプで連載してた時の。あのフリーザ戦ね、伸ばす伸ばす。どれだけ痒かったか。まあまあまあ、あの、当たり前のことは当たり前にやろうぜって話です。で、あの、客数が少ないんだったら、単純に、深くしていくしかないですから、方法は。売り上げっていうのは、客数と客単でしかないわけですよ。これ以外ないです。もちろんリピートっていうのはあるんですけどね。でも、シンプルに客数と客単でしかないので、僕は客数が圧倒的に少ないです。じゃあ、客単と、まあ、ここのリピートですよね。客単とこのリピートを高めるしかないんですよ。え、そうじゃないですか。ここ少ないんで。もちろん、ここを高めていくっていうのも必要なんですよ。だから、まあ、僕は、まあ、無料動画大量に撮ってるだけなんですけど、ね。だけど、まあ、どれだけ撮っても、まあ、日々のルーティンのね、動画なんかそんな回らないわけですよ。まあ、知ってるんで。だからもうここです。もう圧倒的にここ。だから僕は新規で一人二人でいいと思ってます。もう正直。その新規っていうのが、LINE アットの新規ではなく、買ってくれるお客さんです。有料の商品を買ってくれる新規のことですよ、僕は。それが月に一人二人でもいいと思います。で、その一人二人がもし、本当にファンになってくれてね、あの、生涯リピートしてくれたら、どうですかねって話なんですよ。だからこれね、前、なんかの、ドリアカのセールするときのなんか講義で、無料動画で言ったんですけど、一人のお客さんがファンになってくれて、で、まあ、ライフタイムバリューって言うんですけど、あの、生涯顧客が落としてくれるお金ですよね。じゃあその一人が、ライフタイムバリューがもし、生涯300万とか200万あったら、これね、10人いたら、じゃあ2000万じゃないですか。じゃあこれ500万くらい落としてくれたらですよ。30年とかにわたって。じゃあこれ30年で500万で、なんだ？10人で5000万ですか？じゃあ30人で1億ですよね。1億5000万。500×30人で1億5000万ですよね。ということは、30人マスターみたいなね。お、マスターおでんでみたいな。それで30年で500万落としてくれたら、30年で僕は30人から1億5000万なんですよ。ね、ちょっとわかりやすく言ってますけど、だそういうことなんです。僕がやってるビジネスモデルっていうのは。ここを考えてます。ライフタイムバリューです。だから30人で1億ですよ。わかります？まあ、スパン長いですけどね、非常に。だから僕の、その、今回そのキーホルダープレゼントした人の中で8年いてますから。8年吉谷を追い続けてくれてる人。結構長ないですか？ 8 年追い続けてくれるって。で、そう、ギニュー特選店緑のやつさんっていう人見てるんですけど、あの、マスターピースに乾杯しましたっつってね、なんか、信者同士争ってるみたいな、よくわかんないですけど。そう。まあ、ほぼ僕の商品コンプリートしてくれてるんですよ。ありがたいことね。だからまあ、そういうお客さんが、ちょっとでもいたら、飯食えるわけですよ。じゃあ、そういうふうに、そういう関係性になるために何をしなきゃいけないのかっていうと、泥臭いことをするってことですね。めちゃくちゃ泥臭いことを常にするっていう。まあ、這いつくばってね。めんどくさくても、こう、手書きでこう、書くとかね。な、これね、でもね、あの、一回僕、この、なんだ、レンズをね、あの、間違ってこれ、EFM マウントなんですよ。で、EM マウント。EF っていうマウントがあるのかな。なんかそのマウントを間違って買って、レンズをね。M シリーズじゃないやつを買ってしまって、それをメルカリに出したんですよ。で、そのメルカリに出品したら結構ね、レンズもう秒速で注文がバーって来て、すげえな、メルカリみたいな。レンズ、だって僕評価ゼロですよ。評価ゼロのアカウントなのに、あの、めっちゃなんか、あの、来るんですよ、バーって。すげえメルカリと思ってね。やっぱカメラ転売すげえなみたいな思ったんですけど
で、まあ売れたわけですよ。3万いくらだったかな、まあ売れたわけですよ。2万8000だったかな、7000か。売れて。で、僕売れたら、まあそのお客さんって、ね、もう全く僕の動画とか全く関係ないじゃないですか。メルカリでレンズなんて僕のこと知らんし。で、メルカリの名前もニックネームなわけですよ。うん。だからもう全く知らない人ですね。で、まあその方にも商品、その新品のね、まあ新品のも、それを送った時に、おまけで、これですね。まあ僕が使ってるこれ。このトレーシーっていう、汚れ取れ、レンズを拭く、この、これいいんですよ。めちゃくちゃこれ良くて。で、これを、まあ400円ぐらいするんですけど、これをおまけでつけて、おまけでつけて、で、なんだ、お手紙というか、まあ、二言一言、もしよかったらこれすごく良いんで、今回購入ありがとうございましたと。ね。で、レンズ、もしよかったらこれレンズ拭き、よかったら使ってくださいと。で、字が汚くてすいませんみたいな、添えて送ったわけですよ。そうしたらどうなったかっていうと、メッセージ来て、ありがとうございますと、おまけも大切に使わせていただけます。レビュー後でしょ。ね。まあ結構染みついちゃってますね、僕は。なんかその、なんか結局人と人なんで、そのメルカリで注文するとか注文しないとかも、なんだろうな、見えないじゃないですか、相手。なんか店舗に行って買うわけじゃないし。だから多分ね、こういうことをやってる人って多分少ないと思うんですよね。本当にちょっとしたことなんですよ。だからその積み上げでしかないと思うんで、例えば、もしその人がね、なんかその商品をね、またレンズを買おうって探してて、僕が出品してて、自分に合うレンズが僕が出品してたら多分僕から買いますよ。あの時おまけでこれもつけてくれてね、手紙もちょっと添えてくれた人から買いません？だって多分メルカリで、だから僕おまけでしかも釣ってないですからね。まあまあ釣れるようなおまけじゃないので、まあ特典とかね。だからもう完全に、まあレンズ売りして、で本当に気持ちとして、これをつけたっていう感じですよね。だからその商品の写真の中にはおまけ付きとかも書いてないし、まあ、写真もないし、まあレンズの写真だけですよね。だからその開けた時になんか、あみたいになるじゃないですか。だから今回もキーホルダーをただね、郵送するだけだったら、まあ確かに吉谷さんがキーホルダー届いたみたいなね、あるかもしれないけど、それで終わりなんですよ。でもそこでね、なんだこの QR コードみたいな。なんだこの QR コード。〇〇さんへみたいなね。QR コードアクセスみたいなね。そしたらなんか、どうも出てくるわけですよね。なんかこれ二重になんかこの、何なんだろうみたいな、またその届けられるじゃないですか。で、これのいいところは、まあちょっと手間かかるんですけど、まあ動画撮ってそれを QR コードして印刷してこう入れるっていうのはちょっと手間かかるんですけど、無料なんですよね。ありがたい。これね、これ400円とかかかるわけですよ。動画無料。ありがたいですよね。だからまあ、少ないアクセスでも、しっかりと売り上げを作って自由な生活、少ないお客さん、少ない顧客リストでも自由な生活をしていきたいんであるならば、ね、こういうことをやれってことです。本当に。で、これがやりたくないんだったら数集めてください。圧倒的に。でも数集めたとしても、ある程度のラポール、信頼は必要ですよ。数があるからって売れるのか、そうじゃないですから。もう一度言いますね。数があれば売れるか、そうではないですよ。そうではない。だってそこに信頼がゼロだったら、売りづらくないですか？じゃあ、渋谷のスクランブル交差点でティッシュ配りしてくださいよ。全員受け取って、数いっぱいいるじゃないですか、数ね。数いっぱい打ても、いっぱいいても、みんな仕方じゃないですか、多分。数言いますよ、数。しかも無料ですよ。どうすか。みんな仕方じゃないですか。ティッシュいらねえよ、みたいな。忙しい、みたいなね。話で。だから、チャンネル登録者数の数とか、再生数の数。それを求めるのは悪いことではないですけど、基本的な原理原則ですよね。そこには人がいて、で、人が、まあ、特に僕なんかはね、まあ、広告ビジネスだったらちょっと変わるんですよ。ちょっとは違います。数の理論が結構メインになってくる部分あるんですけど、ただもう通販、
何かを売っていくんだったら、もう人と人でしかないですから。だって人が買うわけなんて。うん。なんかやっぱインターネットになると、本当にやっぱここが、皆さんね、なんかないがしろにしちゃうっていう、見えないから。だって僕ね、動画めちゃめちゃ撮ってるけども、ワンツー動画撮ってるけども、直接顔見た人って、8割ぐらいいてないですからね。8割。いや、ワンツー動画送られてくる人はね、吉谷さんだっていつも動画見てるからあれかもしれないですけど、僕知らないですからね。一度も会ってないし、ね。僕は動画送るけれども、顔出しで動画が送られてくること、まあまあないです。本当に1000人に1人いるかいないかのレベルです。顔出しして動画が送られてくるの。吉谷さんありがとうございます、みたいな。確率的に言うならば。1000人にワンツー動画送って1人です。顔出しで、吉谷さんありがとうございますって動画。だからほとんど僕知らないんですよ。顔も知らないし。だけどひたすらそれやってるっていうね。だけどまあ僕はまあ、自分がこうやって今自由にね、飯食えて自由にこう、なんだ、仕事をして自由に やれてるのは、まあやるべきこと、少ない再生数の中で、売り上げしっかり作っていく。まあ4年もうやってますけど、まあ、ここがセンターピンだなって僕は思ってるんで、ブレることはまずないですね。ひたすら、嫌われようが、ファンになってくれようが、うざがれようが、何しようが、これは続けるってことですね。なぜならば数が少ないからです。圧倒的に。だからその何万人も YouTube チャンネルもいないし、LINE アットも500人ちょいですか？だけどまあ、やるべきことやってれば、自由な生活はできますよ。本当に。やっぱね、それをやっぱやってほしいですし、体験してほしいですよね。で、あとは、結果が出るまで続けろってことですよね。ちょっとやっただけで、なんか折れるみたいな。僕なんかワンツー動画再生リストにまとめましたけど、もう3500本以上はやってますからね、ワンツー動画。今、再生リスト作ったんですよ。まるまる3円再生リスト。で、何本撮ったかなって一回まとめたんですけど、クリック超大変でしたね。で、3500本以上ありました。はい、公開してるだけで。で、限定のやつもあるんで、それも含めると、ワンツーだけでも、5000本以上、6000本とかやってんじゃないですか、ワンツー動画だけでも。いや、でもね、無料ですからね。ただですし、だからその、ネットワークビジネスとかは、どんだけお茶会すんねんって話じゃないですか。交通費とお茶代めちゃかかるよって話で。自宅にいながらタダでね、動画送って信頼作れるんだったら、こんなコスパいいことなくないですか。しかもライフタイムバリュー一気に上がるんですよ。尋常じゃない。もう情報商材屋の中でこんなにライフタイムバリュー長いのは、多分あんまいてないですよ。多分。8年間追ってくれる人っていう、情報商材屋ですからね、僕ね。情報商材屋。うさんくせえ情報商材屋。まあまあ、情報商材屋、まあもうそもそも情報商材屋で8年生きてる、なんかね、なんかやってる人もまあまあいないかもしれないですけど。だからそのファンの、8年ぐらいのファンの人は僕の裏方時代から知ってるんで。裏方時代から。裏方時代からのおつながりで。そう、長いですね。まあそんな感じですね。まあやるべきことやれというとこですね。もう徹底的です。もう徹底的にと、だからその信者 M さんもね、TDP しますと。徹底的にパクれと。徹底的にこれやれということですね。で、あとはまあ一つ最後お伝えしてくるんだったら、TTP プラス S ですね。TTPS っていうね。TTPS ですよ。まあ TTPZ にしたかったですけどね、ドラゴンボールの話したって、ドラゴンボール Z ね。まあ、TTPS っていう、最後の S っていうのは自分のスパイスです。でもこの S っていうのはスパイス、自分の独自のスパイスっていうのは TTP をして経験値を積むと独自のスパイスっていうのが作れます。だから TTP しないと S はつけられないですよ。経験ないから。だからまず TTP してでいろいろ経験して独自の最終的にエッセンスですね。スパイスを入れる TTPS です。スペシャル。スペシャル。スペシャルだったりとか、スパイスだったりとか。で、それをやると、人とは違くなるし、
選ばれるようになります。うん、はい、では終わりたいと思います。ありがとうございます。